質量の大きい構成の一覧では、質量が太陽の50倍以上と推定される構成を示す。最も重い構成 R136A1 を含め、多くの大質量性が所属する R136 星団。構成の質量を直接に測定できるのは、構成が連星系の場合に限られる。特に二重連星の場合には、光天軌道の大きさや、 周期の測定により正確な質量が求められる。WR20AA と AB 及び NGC3603A1A と B はこの性質を利用して現在のところ最も信頼のおける質量の数値が与えられている。前転の構成の多くは厳正系を作っているため質量の測定が可能であるが単独の構成の場合、 その表面温度と絶対高度の関数として、統計的に推定するしかない。すなわち、質量と絶対高度は4乗に比例して増減する、質量高度関係があるので、それに、表面温度にかかる補正を行えば、質量を推定できる。自ら放出したガスに包まれているピストル製。可視光では見えない。ガスを放出し続けている硫材イータ、流骨剤板製 A。 大質量性を極めて多く含むアーチ星団。実際には、大質量の構成の多くは、地球から見て数千光年以上も遠くにあり、連星系の場合、精密な観測によっても誤差を取り除くことができず、決定的な数値が得られない。また、星団に所属している場合が多く、大量の星間物質や恒星自身が放出したガスがあるため、光が遮られてしまい、 さらに観測が難しくなる。このような観測の邪魔になる物質は、時として構成が単独であるのか、連成であるのかわからなくすることもある。例えば最も明るい構成である LBV1806 から20は、はじめは質量が130対応質量以上の単独の構成であると考えられていたが、現在では質量が互いに65対応質量の構成の 連成形であると推定されている。単独星では、そうした生還物質やガスにより、さらに測定の精度が落ちる。表面温度と絶対高度のどちらか、あるいは両方が不確実であれば、数値に幅が生じる。例えば、質量が最も重いと推定される構成 R136A1 の質量は、現在では、 太陽質量の265倍という数値が広く受け入れられているが、推定の最大値は345倍、同じく最小値は230倍とされるなど幅がある。また、ケフェウス・ザ・ VV 星は、質量が太陽の100倍とする意見もあれば、25倍から40倍程度とする説もある。ピストル星は、自らが放出したガスである、ピストル成分や、 その周辺にある暗黒星雲に覆われており、その絶対高度はまだよくわかっていない。かつては太陽質量の40倍程度が恒星質量の上限であろうとされたが、後の観測データの蓄積と充実により、さらに大きな質量もあることがわかってきた。ただし、恒星の質量が極めて大きい場合、核融合のエネルギーによってガスが膨張しようとする放射圧が、 抑えつける力である重力を上回るため安定して質量を維持できず大量のガスを放出して質量を減らすと考えられるいわゆる質量放出であるこのような構成では誕生時から質量を減らし続けるため誕生直後と現在の質量は大きく異なるこのような例は流骨材イータ製やピストル製で見られる放射によって自らの質量を 安定して維持できなくなる限界質量はエディントン限界と呼ばれ、その限度は理論。大質量性を多く含むアーチ星団の観測では太陽の150倍を超える質量の構成は発見されていない。従来ビッグバンから間もない時期にできた最初の構成は質量が太陽の数百倍もある超巨大星ではないかと推定されてきたが、 最近の研究では、せいぜい対応質量の50倍以下であったとの結果が発表されている。また、質量が大きい構成は必ずしも直径も大きいとは限らない。特に直径は構成の進化によって大きく変化する。生まれたばかりの構成の直径は、比較的小さく、その後中心部で水素の核融合反応が進んで、ヘリウムの芯が成長するとともに、 中心の温度が上がり、それとともに次第に直径が大きくなり、最終的には炭素3、例えば R136A1 は知られている限りで最も重い構成であるが、その直径は太陽の35.2倍である。しかし、大きな構成として有名な o イヌザ v y 星の1420-120倍や著名な構成であるベテルギウスの1180倍の ような赤色超巨星よりずっと小さい。以下は太陽質量の50倍以上と推定される構成の一覧である。これまで述べてきたような理由、ありがとうございます。